番組では今年もアーティスト花澤香菜を応援しています。こんなにこれたらあたいパンパン。リトマスネーム暁の流星特急先生からいただきました。キャラ設定、なぜか突然人間になってしまった猫。シチュエーション、帰宅した飼い主を出迎える。じゃあ行きます。ご主人、お帰りだにゃん。ん？何驚いてるんだにゃん。今日もお利口にお留守番してたんにゃよ。だから早くいつもみたいにキュッとしてほしいにゃ。どうしたんだにゃ。ご主人、僕のこと嫌いになったのかにゃ。違うにゃら、早く僕のこと抱きしめてほしいにゃ。はぁ、あ、やっぱりご主人の匂いが一番落ち着くにゃ。大好きにゃよ、ご主人。愛坂くんのリトマスしにゃん。透明な夜空見上げて白くため息を溶かす。各地の先生こんにちは。私が出席番号1番、愛坂くんこと愛坂由香です。皆さんの生徒です。さて、なんとなく学校テーマに声優そしてアーティストの愛坂由香がお届けする番組、それが愛坂くんのリトマス誌。今回の先生からのリクエストは、なぜか突然人間になってしまった猫が帰宅した飼い主を出迎えるというリクエストにお答えしましたけど、にゃんにゃん系はもう3回ぐらいやってますね、なんだかんだ。なんですけど、なんかね、どうやったらいいか分かんなかったんですよ。これふざけろってことなのかなって思ったんだけど、でも今日はなんと3月14日ホワイトデーなんですね。なのでホワイトデーという言い訳をして、まあ1年分のにゃんを言いましたね。10回ぐらいにゃ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 言いました。なんか普通にやっちゃったな。いいのかなこれで。まあいっか。今日はホワイトデーだから白い服を着てきました。なんか着てきた方が良かったんですよね、林先生。はい。しかもちょうどなんかふわふわな感じだから猫ちゃんっぽさもあるのかな。はい、くしくも、くしくも。はい、とにかく今日はホワイトデーにちなんだ課題が用意されてるそうですので、お楽しみに。それでは愛坂くんのリトマス誌、いよいよ授業の始まりです。愛坂くんのリトマス誌、この番組はフライングドッグの提供でお送りします。番組前半1時間目は今日の課題です。今回はこちら、ホワイトデー先生からのお返し。やったぜ、こういうコーナー欲しかった。こちらはどういうことかというと、愛坂くん、バレンタインデーに美味しいチョコレートをありがとうございました。 by スタッフ先生一同。私バレンタインデーに、スタッフ先生たちに、まあ気持ちをね伝えたわけですよ。いつもありがとうと。はい、チョコレート小籠包を買いに行ったついでに買ってくれたチョコレートだと分かっていてもとても嬉しかったです。 by スタッフ先生一同。そんなことないんですよ。時系列的に申し上げますと、私は同じ場所にね2回行ったんです、2日にわたって。ね、チョコレート小籠包を買いに行った日の方が後なんですよね。本当だからこれ、うん、誰にも証明しようがないんだけど、そうなの。はまあ、いいや。そして今日はホワイトデーということで、スタッフ先生一同から愛坂くんへお返しの品を用意しました。やった。お返
返しの品を見つつ、ただリアクションするだけではなく、そこからなんとか無理やり話を広げてください。ただじゃああげないぞっていうね、このスタッフ先生のスタンスよ。分かってましたよ。はい。まあ怖いですね。だからただの食べ物とかだったらねいいんだけど、きっとそうじゃないのが入ってる。絶対なんか面白おかしいの 入ってないですか。本当怖いんだよな。まあでも楽しみ、これもらえるんですよね、私がちゃんと話せば。じゃあちゃんと話します。あ、可愛い袋に入ってる。なんかじゃあこれを、この袋に入ってる何かをまずじゃあ私が取る。ズン。ん？今手にしたのは癒し系クールゲルマ樹液シート、ペパーミント&キシリトール配合、足裏に涼感、足の疲れやむくみが気になる方が貼るらしい。足裏リラックス的な。へえ。あ、え、これは何なの？むくみ、あ、足のむくみとスポーツ後の疲労と仕事や家事の疲れとヒール靴の疲れとウォーキングの後にいいらしいですよ。足の疲れをとにかく取るってこと。それにちなんだ話ですか？むくみます？むくみを感じたことがないんです、実は。でもむくんでるんだと思う、多分。だってマッサージ行ったりすると相当むくんでますねとか、あ、足じゃなくてなんかなんだろう、どこだろう、なんかわかんないけど体全体的にむくんでますねとか言われるから、多分むくんでるんだけど私自分で気づけないんですよ、それを。だからむくんでるってどういう感覚ですか？靴下の跡がつきやすくなったと。あー、いつもつく。あ、じゃあむくんでるってこと？いつも？あ、そうなんだ。じゃあ私むくんでるんだ。じゃあ貼ります、クールゲルマを。以上です。だってむくんでるってわかんないもん。むくんでるんだ今。足のケアですか？足のケアは、あ、ボディクリーム塗ってるんですけど、毎日あのお風呂上がったら、その時にクリーム塗りながらこう、あのセルフマッサージをしなさいってなんかに書いてあったからしてます。できる時は。できない時はベッて塗って終わりです。あ、わかりました、ありがとうございます。これいただけるんだ、やった。じゃあ次、なんか薄っぺらいのとモフモフしたのと家庭のある、なんだこれ。じゃあこれにしよう。おぉ、カラーブロックメモ。メモか、ただのメモだった。でもなんか色がすごい綺麗ですね。緑色、いろんな緑色がありますよ。なんか黄緑とか、なんだろう、抹茶っぽいのとか、うん、なんかいろいろな緑のカラーメモがありまして、メモは私でも携帯のメモ帳にしちゃうから、あんまりこう直筆でねメモ取ったりしないですね。でもよく見るのは、あのこういう、まさにこのカラーブロックメモを使って、それをペッて剥がして冷蔵庫に貼っておいて、ママがこうね、プリンあるよとか書いてくれるやつでしょ。私は経験ないですけど、そういうの憧れるので、もし私が将来ママになったら、このカラーブロックメモを使って、それまで取っとくってことですね。何十年後になるか分かんないですけど、このカラーブロックメモ、ラジオでねいただいたんだよっていう、こいつを使ってプリンがありますと冷蔵庫に貼りたいと思います。以上。はい、次。すん、あー、アボカドカット、すごい、これめっちゃいい。え、これ超欲しいです。なんか何半分に切って種をくり抜いた後、このアボカドカッターがあれば、なんて言ったらいいの、これズーンってしたらパパパパパって切れてるやつ、あのズーンってすんすよね。なんて言ったらいいんだろう。語彙力って言われた。
なんかこう、あ、でもアボカドの大きさや硬さ、かっこ硬すぎても柔らかすぎてもによってはうまく切れない場合があります。硬すぎても柔らかすぎてもダメって条件厳しくないですか？めっちゃ条件辛いじゃん。しかも大きさもでしょ超面白い。え、好きです、アボカド大好き。でも硬すぎても柔らかすぎてもダメだったら使いどころに困るじゃない、使い時に。まあいっか、じゃあその様子を見てこのカッターを使って。私はね、あのお醤油をかけて食べるのが好きなんです。とか、あとはあのトマトとアボカドをこう切ったやつをあえて、あのオリーブオイルと塩で食べたりするのも美味しいし、あの体にもいいらしいって某タレントさんのなんかダイエットブログみたいのを見て知ったので、それをやるようにしてるから、このアボカドカッターを使って、かっこ硬すぎても柔らかすぎてもダメなやつを使って切ろうと思います。ありがとう、スタッフ先生ありがとう。何？あ、報告してね。わかりました。写真撮ろう。え、めっちゃ面白い。じゃあ次。ブン。おお、あー、これ見たことある、これテレビで見たことあるよ。あの、フルーツと牛乳を入れて揉むと、簡単に、なんだ、その、ミックスジュース的なのができるジューサー。これね、超欲しかった。これがあれば、だってあれいらないじゃないですか、そのミキサーみたいな。ねえ、いや超アナログなミキサーだけど画期的だよねって思ってた。これテレビで紹介されてたんです。え、めっちゃ嬉しい。これもらえるんですか？え、すごい嬉しい。え、話が成功したら、手揉みジューサーの話なんだろう。でも牛乳を入れてって書いてあるけど、私牛乳飲まないじゃないですか。あ、そうなんですよ。そう。牛乳飲まないんですけど、でも果物、いちごと牛乳をこい、あの、なんだ、いちご潰すやつ、牛乳の中で。いちご潰すスプーンってありますよね。あれがね、実家にあったんですよね。だから、それを使って、なんだ、それを使えば飲めたんです、牛乳が。だから、この手もみジューサーがあれば、いろんなフルーツを入れて牛乳も飲めるし、超いいなって思ってたんです。え、あ、豆乳でもいい。ヨーグルトはね、何してもダメなんですよ、私。牛乳と豆乳ならいけるね。いちご、バナナ、キウイなどなど。え、それ以外はダメなんですか？まあ、基本いちごとバナナとキウイらしいです。で、それを使って私はカルシウムを取ろうと思います。また報告します。わかりました。はい、あ、大丈夫ですか？これもらえるんですか、私？よし、じゃあ次。あ、以上？以上だって。でもまだあるのに、いいですか？あ、わかりました。残りはエンディングで見るとのことでした。でもいっぱいもらいましたね。クールゲルマ、カラーブロックメモ、手もみジューサー、アボカドカッター、すごい便利グッズだらけだ。なんかもっとチョコとかくんのかと思ったら全然違った。嬉しい。ありがとうございます、スタッフ先生方。以上、今日の課題はホワイトデー先生からのお返しでした。ゲストで真っ白の大地へ。では、ここで一曲お届けしましょう。愛坂由香でセルリアンスカッシュ。
愛坂優香のセルリアンスカッシュでした。番組後半2時間目は先生からのメール、私にとっては先生であるリスナーの皆様からいただいたメールを紹介しつつおしゃべりしていきます。というわけで今日紹介するのは先生からの連絡帳、イエーイ。はい先生からの連絡帳とは、私への質問、メッセージ、番組の感想などなど、まあ何でもありなので自由に送ってくださいというコーナーです。はい、無茶ぶり以外は大歓迎。まあ、そうですね。いや、無茶ぶりね。多少の無茶ぶりだったら、まあ、許してあげなくもないけど、みたいなね。いや、でも基本的にこういう、なんだろう、なんでもありのやつ楽しいので、どんどん送ってね。というわけで、紹介します。リトマスネーム、トーマ先生、ありがとうございます。愛坂くん、こんにちは。獣フレンズ見ました。愛坂くん演じる銀狐はお姉さんキャラでとても優しくて可愛いフレンズでしたね。北狐との掛け合いもとても可愛くて姉妹みたいでした。今後カバンちゃんを追っている新井さんたちと出会うと思うので、もう一回銀狐たちを見れるのを楽しみにしてます。ありがとうございます。獣フレンズやっと出演できました。第9話にして皆さんお待たせしました。銀狐をね演じさせていただいたんですけども、タグがあるじゃないですか、獣フレンズ。あれを私も実況しながら見てたんですけど、銀狐ちゃんすごく可愛いって言ってもらえたんです。嬉しいですね。あの北狐ちゃんとの絡みがね、すごくなんでしょう、その姉妹みたいだし、なんかこう愛のある絡みで、いいなみたいなね、そういう意見があって嬉しかったんですよ。私自身も銀狐ちゃんね、最初クール系かなと思ってたんですけど、まああのディレクションをいただくうちに、だんだんこう優しい世話焼きお姉さんみたいな感じになっていって、北狐ちゃんとのこのコラボレーションがね、すごくいいハーモニーを奏でていたなと、放送を見て思いました。まあすごく反響が大きい、やっぱ獣フレンズすごいなって思いました。出演できて本当嬉しいです。まあ、今後もし貸したら出るかもしれないから、ぜひ、最後まで絶対見といてくださいね。はい、続いて福島県リトマスネーム宮崎先生、ありがとうございます。愛坂くん、こんにちは。プレミアムフライデー始まりましたね。自分には全く関係ないのですが、もし愛坂くんが会社員で午後3時に退社できるとしたら何がしたいですか？プレミアムフライデーね、月末の金曜に15時に退社して OK なやつ。 OK っていうか、もうむしろ結構強制的に、はい帰ってくださいねみたいな感じですよね。なんか私その時中継を見てて、とある会社のプレミアムフライデーの様子見てたんですけど、なんか音楽っていうか、そのナレーションが流れて、しかも超有名な声優さんのナレーションが流れて、今日はプレミアムフライデーですねみたいな、なんか飲みに行ってもよしみたいな、なんかそういうナレーションがあってすごいと思ったんだけど、あれでも実際適用される会社っていうのはまだ限られているわけですよね。今後広がっていくのかもしれないけれど、でも無理じゃないって思うんです。私はだってそんな15時にみんな退社しちゃったら、もう絶対にどこかにしわ寄せが行くわけじゃないですかって思うんだけど、そうでもないの？どうなんすかね、わかんないけど、この業界あんま関係ないですもんね社会派本当ですか？いや、そのテレビを見ててすごい思ったんですよね。絶対無理だろうってでももしこれがね広まったらすごくいいことだと思いますけど、ただどこかで縁の下の力持ちさんがきっとううってなるんだろうなって思うとね、あ、そっか、何がしたいかそっかでも15時に退社したら私はね絶対帰って寝ちゃうんだよね。だって私が会社員ってことは朝8時か9時ぐらいには出社するわけですよね。8時って早いですか？でもそんなもん、8時か9時ぐらいに出社して、
15時に終わったら寝るでしょ、絶対寝るでしょ、寝る以外ない、考えられない。だって15時なんか絶対一番眠い時間ですよね。そんなことないですか、なんでその全力で否定するのみんな。そうなの、みんなすごいね。え1時からね3時は眠いですよ、絶対食べた後だし。だってほら14時とかにお昼を食べる会社員さんとかもいらっしゃるでしょきっと。したらもう15時なんかもう寝ようよってほら日本はさシエスタという文化もないわけでさ、お昼寝の時間が取れないでしょ。お昼寝の時間があると効率が良くなるっていうけど、私はね効率は悪くなると思っているんです。自分の場合はもう寝たらずっと寝ちゃうもん。だからね日本にシエスタの文化がなくて本当に良かった。まあ私会社員じゃないけど、はーい、そんな感じです。続いて神奈川県リトマスネームターミナル先生、ありがとうございます。愛坂くんこんにちは、春から放送予定のテレビアニメ桜だりセットに岡エリ役で、ご出演おめでとうございます。愛坂くんのかっこいい演技が聞けそうで今から期待に胸膨らみます。キャラクター紹介を見ると攻撃的な見た目ながらいろいろと難しい思いを秘めた子みたいですね。複雑な感情を表現するときにこそ愛坂くんらしさが現れると思うので、どう表現していくのかとても楽しみです。ありがとうございます。そうなんです、先日公式さんの方でも発表ありましたけど、春に放送されるテレビアニメ桜狩りセットに、私は岡えりちゃん役で出演させていただきます。やったー。はい、岡えりちゃんは確かにまあ見た目本当なんでしょう、女の子だけどイケメンなんですよね。超かっこよくてちょっとパンク系な、私ね見た目すごい好きで、うわーかっこいいって思ってたんです。だからすごい演じるの楽しみだったんですけど、やっぱねその何ですか、人間は見た目じゃないんだなって思いますよ。いやーなんて言ったらいいのあー詳しいことは言えないけど、でもなんかこうやっぱりねいろんな思いがあるんだなと思いますよ。その風貌をね、なんかこう大人になって自由を手に入れて髪の毛を染める人もいるでしょう、好きな格好する人もいるでしょう。まあ私はねロリータとかに憧れてた時期とかありますけど、そうやってなんかこう服装の自由を手に入れていろんな格好してる人がいるけど、その人なりの思いがあってそういう格好してんだなって思いました。あーこれ以上は言えないけど大丈夫ですか、 OK ですか今の感じ。よし、じゃあいいや。というわけで桜だりセットぜひ見てくださいね、皆さんお楽しみに。続いてリトマスネームエースで4番の高先生、ありがとうございます。愛坂くんどうもっす。お店で仕事をしていたら突然ハトが入ってきました。お店の外に出すのに飛び回られて大変でした、かっこ笑い。愛坂くんは突然のことで困ったことはありますか。あーこのなんかこの愛坂くんの恥ずかしかったエピソードを教えてくださいとか困ったことを教えてくださいとかね、これがね出てこないんだよねいつも。わかりますこの感じ、なんかね。いやありがとうございます。困ったことですか、でも困ってるよ基本的に。だって私なんかもうね日常で困ってますよ、だって生きづらい世の中ですからあー鳩が入ってくるって何屋さんなんですかね。確かにコンビニに猫ちゃんが入ってきちゃったみたいなのはたまにネットのニュースで見ますけど、すごく和むんですけど、鳩が入ってきた時ってやっぱね大変ですよね、追い出さなきゃいけないけど、でもほら鳩は平和の象徴とも言うから、そのお店にはもしかしたら服があるかもしれないし、ポジティブに捉えるならね。はい。鳩のトラブル。鳩のトラブル。鳩を山鳩と呼ぶか、キジ鳩と呼ぶかで、いつも、どっちにしたらいいんだろうって困ってるんですけど、山鳩っていう呼び方でもあんまりしてる人見たことなくて、だいたいみんなキジ鳩なんですけど、私は、伊藤孝之さんっていう好きなアーティストさんがいて、その方が山鳩っていう曲を出してたんですね。山鳩のクークートゥットゥトゥーみたいなこの特殊なリズムを音楽にして、それが歌になってみたいな、なんか素敵な
曲があるんですけど、それの影響で山鳩って呼んじゃってるんですけど、あの皆さんどっち派ですか？そんな感じですかね。なんか結構喋っちゃったね、鳩を語っちゃいましたけど、うん、まあ鳩はね平和の象徴って言いますから。ありがとうございます。はい、今回もたくさんのメールをありがとうございました、先生方。でもまだ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 足りないな、もうちょっと欲しい。連絡帳すごく楽しいです。ぜひなんかほんとどうでもいいことでもいいから送ってね、よろしくお願いします。以上、先生からのメールでした。くんと全国各地の先生との学校生活、愛坂くんのリトマス紙、そろそろ帰りの会の時間です。今日は第49回目の放送、いろんなものをいただきました。今日はありがとうございます。でもほんとなんか定番のクッキーとかチョコとかかなと思ったら、全然すごいね、斜め上な感じで嬉しかったです。はい、もう一つ入ってたんだけど紹介できなかったの、花の紙おしぼりというものをいただきました。10本入り、パーティーに行楽にほんのり色づく花柄と書いてありますけど、お花見の季節が近いからということですね。ありがとうございます。これでも花の紙おしぼり、花のという割にまあ外の包装があの花柄というだけですね。嬉しいな、ありがとうございます。はい、お知らせです。アニサマ2016 TOKI 東京、こちらのブルーレイが3月29日に発売です。今月ですね、今月末ですね。私は8月26日に出演させていただきました。バックステージの模様が80分以上収録されているということです。すごいですね、ボリューム満点でございます。そしてテーマソングのミュージックビデオも、収録されていますので、ぜひぜひ愛坂の裏側を見てください。お願いします。そしてそして先生、いつものお願いです。メールは随時募集中。アドレスは愛坂くん @joqr.net、 愛坂くん @joqr.net。 愛坂くんのスペルは AISAKAKUN です。詳しくは番組ホームページをチェックしてください。スタッフ先生による自由度高めな放送後期、その名も学級日誌、こちらもぜひチェックお願いします。それでは先生さよなら、皆さんさよなら、愛坂よかでした。愛坂くんのリトマス紙、この番組はフライングドッグの提供でお送りしました。15日放送のアニスク、ゲストはこの方、ナウオンエアリーダー